資料はですね、第4回目の講義資料を作ってきましたけども、第2回目の講義資料の途中から復習をしたいと思います。で、ここに修正版と書いてありますが、少し図がですね、新しく、間違っていたというか、先ほどの感想にもありましたように、少し修正をした方が良いというところがありましたので、図のところが修正した版になります。そこで、この辺はですね、前半も2回ほど説明してきましたので、飛ばしますけども、いわゆるハードウェアの話をずっとしてきたということですね。そこで、CPU の話もしてですね、キャッシュメモリーの話もいたしました。この辺まではだいぶ理解していただけたというふうに思います。それから記憶装置については、メモリーマップというもので、バンチですね、を表している数字があると。で、この図がですね、間違っています。これ FF16 というのが255バンチ。教科書の方は、あっていますので、そちらの方を修正しておいてください。こちらの方を修正しておいてください。この辺からいきますかね。割り込みというのがあります。で、コンピューターっていうのは、皆さんは、使ってる分にはあんまり感じないと思いますけども、一つの世界みたいなものですね。つまり、一つの処理をする間に、別の処理をするということができるようになっています。例えば、キーボードを打ちながら、何かの処理をしながら、で、あとプリントですね、印刷をしながら、またネットワークにアクセスしながらとか、もちろんゲームをやりながらとかですね。そういうふうに、複数の仕事ができるということは、CPU は一つしかないんですけども、どんどん割り込みがかかって、で、こちらの処理は先にやれみたいなことを、頻繁にやってるということですね。それは、後の方でもあります、オペレーティングシステム、基本ソフトウェアの役割なんですけども、そもそも、ここではハードウェアの話をしているので、ハードウェアにこういった割り込み処理っていうのがありますよという紹介をいたしました。で、種類としてはですね、タイマー割り込み、それから内部割り込み、それからハードウェア割り込み、それからゼロ割り算割り込みというのがある。で、まずタイマー割り込みというのは一定時間ごとに発生する割り込みということで、例えば、何ミリ秒ですね、1000分の1ミリ秒、1秒のことを1ミリ秒というふうに言うんですけども、数十ミリ秒ぐらいの単位ですね。逆に言うと1秒間に、何百回という単位で割り込みがかかるような割り込みです。で、割り込みが発生すると、その決められた、指定されたプログラムが起動されて、で、何か処理をするということができるということですね。例えば、今ここでマウスをこう、私動かしてますけども、マウスのカーソルがこう動くということは、このカーソルを解析して、解析して、解析してということを、こう、ちょっと動くことに割り込みがどんどん発生してるんですね。それで、これは、ハードウェア割り込みというふうに言いますけども、このように、知らない間にですね、こう、キーボードからの割り込みとか、マウスを動かしたら割り込みが発生するとかですね。そういったことがもう頻繁に行われて、それがうまく実行されて、このカーソルが動いているように見えるとかですね。そんなことが行われています。例えばゲームの場合ですと、ゲームのキャラクターがこう、動く。たりしますけども、あれもタイマー割り込み等を使って、一定時間割り込みをかけてですね、で、解析して解析してしてるので、キャラクターが動くように見えるとかですね、そんなようなことを行っているということです。内部割り込みというのは、CPU 内部で権限の異なるプログラムで割り込みということで、CPU、の処理にはですね、特権モードというモードと、それから一般モードというモードモードで動かすということができます。同時にどちらかのプログラムしか動かないんですけども、で、特権モードのプログラムを動かすときには、この内部割り込みというのを使って、で、特権の人が、アクセスしてますよということで、割り込みを使って、ア
クセス、プログラムを起動するというふうなことを行っていたりします。それからハードウェア割り込みは先ほど言った通りで、外部の装置からの割り込みのことを指します。キーボードの場合は、当たり前ですけれども、アルファベットを入力する、押すと、例えば A というキーを押すと A という文字が出ますけれども、これもオペレーティングシステムが A というキーボードが押されたという割り込みをもらって、で、A という、アルファベットを画面に書くと。まあ、もちろん画面書くだけではなくて、記憶装置の方に A という情報を記憶するわけですけども、まあ、そのような処理を、ハードウェア割り込み、割り込みがかかったらですね、行っているということです。それから、ゼロ割り算割り込み。これは、まあ、いわゆる演算装置というのがあるというふうに言いましたけども、演算をする中で、ゼロ割り算というのは一般的に、まあ、できないということになりますので、まあ、計算をしている最中にですね、ゼロ割り算割り込みを行いましたというふうな割り込みが発生して、で、まあ、表示されたりするんですけども、その表示するというのは、オペレーティングシステムが表示するということを行ったりします。まあ、このようにですね、割り込みというのは、通常の処理以外のなんか処理を特別なプログラムを起動する場合にですね、発生するもので、コンピューターのハードウェアの機能としてですね、こういうのがありますよということを紹介します。まあ、要するに4種類ぐらいあるということを覚えていてもらえば結構です。それから、周辺装置については、まあ、これも散々説明しましたので、要するに、バスに対して、CPU と出力装置があって、で、周辺装置というのは入出力インターフェースを通して、つながってますよという話でした。それから先ほどの割り込みというのを使って、バッファーというのが実現されています。まあこれは干渉というふうに言うこともありますけども、例えばこれは入力装置と出力装置で、方向が違うんですけども、通常ですね、入力装置の処理速度というのは、まあ CPU とか出力装置のコンピューター内部の処理速度に比べると非常に遅くなります。まあ、例えば人間がキーボードを押すというのは、CPU の速度に比べたら非常に遅いとかですね。いうことになるので、装置と装置の間で処理速度が違う場合に、いっぱい情報を早い方がですね、いっぱい情報を流してしまうと、もう片方は処理しきれないということになるわけですね。まあ、というときに、その情報を一旦貯めておく必要がある。で、それを、まあ、バッファーというふうに呼ぶというですね。ですから、バッファーも、記憶装置ではあるんですけども、記憶装置ほど広大なものを持ってなくて、あくまでこの装置と、記憶装置の間にある記憶装置なので、まあ、一時的に記憶するだけの情報を格納することができる、まあ、記憶装置ということになります。なので、さらにバッファーもいっぱいになったりすると、いよいよこの入力装置なりが、まあ、処理が待たされるということになるんですね。で、そういった、まあ、いずれにしても、入力装置の場合は入力するという装置なので、まず、何か情報があるときには、入力割り込みという、先ほどの、ハードウェア割り込みに相当するものですけど、割り込みがかかって、それで、記憶装置に、まあ、情報を渡すんですが、あまりにも大量の情報を渡すときには、このバッファーを通して、まあ、すぐに入らないときはですね、バッファーに一時的に貯めたりすると。いうふうな装置のことをバッファーと言います。で、逆方向もありまして、今度は出力装置の場合には、同じように出力装置も CPU の速度に比べると処理が遅くなります。ですから、まあ、バッファーに一時的に貯めておいて、それを瞬時に出力装置に吐き出す。
というふうなことを行うということですね。まあ、いずれにしても処理速度が違う装置の間で情報をやり取りするときに一時記憶として、まあ、用意するような記憶装置のことをバッファーというふうに言うということを覚えておいてもらえば結構です。で、あと、まあ、この辺も言いましたけども、補助記憶装置は、こういったものがありますよと。まあ、通常音楽とかで使う CD とか MD とか DVD とかですね。まあ、昔光ディスクというのもありましたけども、こういったものは、まあ、基本的にコンピューターがデータをやり取りするというもので、まあ、その中にたまたま音楽の情報が入っていれば、音楽の、例えば CD とかですね、音楽を聴くことができるとかですね、そんな風になっているということです。それから最近よく流行っているのは、このソリッドステートドライブというもので、まあ、皆さんが持っている USB メモリーというのは、実はこの SSD と呼ばれるメモリーになります。まあ、いわゆる半導体メモリーというものですね。中に半導体が入っていて、まあ、先ほどの CPU の回路図みたいなものが入っていて、で、基本的には記憶装置になっているということですね。はい。それでは、また論理ゲートの復習に行きたいと思いますが、まず論理ゲートですね。これは、まあ、前回もやりましたように、いわゆる論理値。で、真を true、偽を false というふうに言うんですけども、で、コンピューターではこの真を1というふうに扱って、偽を0というふうに扱うということですね。で、まあ、論理学の世界からあるように、and 演算とか、or 演算とか、xor 演算とか、not 演算というのがある。で、演算の場合には、2つの値をもらって、何か結果を出す。and とか or、xor はそうですね。これを二項演算子というふうに言います。ですから、まあ、4通りあるということですね。